ちくわにそっくりのパジャマ、着心地もいいし、かわいいし、選んでよかったな。犬耳もついてて、なんだかちくわになった気分かも。あん、なんちゃってちくわ、なでしこちゃん、聞こえたの？うん、聞いたことがあるような鳴き声だと思って走ってきちゃった。ごめんごめん、ちくわのモノマネだったんだそっか、確かに今のえなちゃんちくわみたいだもんね。かわいいの、よしよしちくわもいつもこんな風に嬉しくてくすぐったい気持ちなのかな。喜んでくれてたら嬉しいね。そうだね。あ、飼い主としてもっとちくわの気持ちを理解するために、これからちくわになりきって遊んでみようかな。おお、さすが愛犬思いの飼い主さんだね。きっとちくわの気持ちがもっともっとわかるようになると思うよ。うん、私ちくわのために頑張るよ。だからなでしこちゃん、うん、これから一緒に遊んでほしいワン。あ、もちろんオッケーだよ。たくさん遊ぼうね。ちくわと遊ぶって言ったらやっぱりこれだよね。フリスビーだ。ちくわこれ大好きだもんね。じゃあえなちゃん行くよ。うん、思いっきり遠くに投げちゃって、せーの、飛んでけー。おー、さすがなでしこちゃん、すごく遠くまで飛んでいってるよ。うひひ、ちくわならこれくらいの方が喜ぶかなと思って。うん、じゃあ走って取ってくるね。ゆっくりでいいからね。はい、なでしこちゃん、ありがとう。大変だったでしょう。きついけど楽しかったよ。ちくわもこんな気分なのかな。すごいよえなちゃん、ちくわの気持ちが分かってきてるんじゃない？やっぱりこのちくわになりきり大作戦いい感じだねそのネーミングいいね。それじゃあもっともっとえなちゃんがちくわの気持ちに近づけるように、どれ？おー、なでしこちゃんのフリスビー飛距離の記録更新したんじゃない？いい風が来てたみたいだね。風も私たちの作戦の味方をしてくれてるってことか。じゃあ走って取ってくるよ。うん、頑張ってねえなちゃん、ちくわ。うん、楽しいは楽しいけどやっぱりきついよ。なでしこちゃんのこと結構待たせちゃったな。おーい、えなちゃん、あとちょっと頑張って。なでしこちゃん手を振って応援してくれてる。なんかもうちょっと頑張れそう。ずいぶんお待たせしちゃったね。全然大丈夫だよ。ちょっと休憩しない？お茶とクッキー持ってくるね。やったー、なでしこちゃんありがとう。お待たせ。はい、どうぞ。いただきます。走ってきた後だから余計に美味しく感じるよ。今度からちくわにもっといろんなおやつ用意してあげたくなっちゃった。新しいおやつ
探してみようっと。おお、きっとちくわ喜ぶよ。そうだといいな。全力で走って遊ぶのってさ、楽しいけどこんなに疲れるものなんだね。実際にやってみてすっごく身に染みたよ。楽しく遊んだ後はちくわの疲れをちゃんとケアしてあげなきゃだ。ちくわ、私飼い主としてもっともっと成長してみせるからね。うんうん、その様子だとちくわなりきり大作戦大成功だったようだね。うん、なでしこちゃん付き合ってくれてありがとね。いいえいいえ、私もえなちゃんと遊べて楽しかったよ。お茶とお菓子も用意してもらっちゃって、何かお礼しないとだね。お、じゃあお願いしてもいいかな。うん、なんなりと。こうやってちくわの話をしてたらちくわに会いたくなっちゃった。じゃあ帰りに家に寄ってく？いいの？もちろんだよ。私もちくわのこと考えてたらすっごく会いたくなってきたから、一緒にちくわをめでようね、なでしこちゃん。うん、りんたちも誘ってみよっか。そうだね、きっとみんな会いたいって言うと思う。愛されてるなちくわ。えなちゃんが日頃しっかりお世話してくれてるからこそだよ。ありがとう。これからもっともっとちくわにとっていい飼い主になれるように頑張るぞ。